が筋トレ面倒見てやりたくもないしな。いやいやいや面倒見る。どうかニコニコと、うん、あそうなんだよね YouTube と Twitch。 どう別に僕ソロ放送も YouTube で やってもいいかなと、うん、やってるしな実際、まあ、そうでしょう。くくり分けがもう分かんなくなってきちゃってさ、うん、ニコニコをどうすればいい。でさ K さんとか大久保さんもたまに YouTube 出てくるじゃん、うん、地球防衛軍とかさ、うんうんそうね、M さんもさ PUB とかで来るじゃん、うん、どうすればいいんだ。えそこなんかその切り分ける必要ってあるの、うん、切り分けた方がいいだろう。分かりやすくない。だどこだ3つプラットフォーム使う必要もうなくない。あ見る人からすればか、うんニコニコと YouTube もだんだん境目よく分かんなくなってきてさ、うんうん、たまにさジャガリンピックとか YouTube でやるじゃん。そうね、今までさオリジナル幕末ゲームとかは、うん、ニコニコ放送で必ずねやろうみたいな、ね、オリジナルコンテンツはニコニコでやって、うん、その市販ゲームは、うん、YouTube でやろうみたいな流れだったんだけど僕の中では、うんうん、最近そこぐっちゃぐちゃになってきて。そうね、分かんなくなってきちゃったわけよ。 YouTube でもね K さん作ったゲームやるもんな。どうしようかな、どう思う。だから YouTube に中ちゃん出さないで除外して中ちゃんニコニコに閉じ込めるかマジで俺でもう出れないのえそれもう一枠 YouTube 用意して俺だけとかさ、もう一個こう枠を作るとかじゃなくて中岡だけは需要ゼロだろいやでそうあの意図ないよ。お前中ケイクボのお前、うん、ファンしか来ない放送でさ、うん、お前コメントで中岡するなら見ねえよとか言われてるレベルだろはっきり需要ねえだろ。その中でも10人来ればもう同じだろ登録者数10人お前今年の8月9月の中岡風鈴のお前、うん、出た数16個だぞお前。うわ16まで10以上だ。2ヶ月だぞ1ヶ月8 まあソロ配信1回やるのはいいかもしれんが、うん、やってニコニコでしょ。まあそこお前耐えられんぞ YouTube で一人で放送して知らない人もいっぱい来るからね。来て、まあ、来たとしてか坂本いないと、うん、今日中岡だけです、うん、あの捨て台詞吐いていなくなるもんな。何やりましょうか、うん、じゃあモンハンちょっと一人でやります、うん、下手くそが早くしブワーバーブワーデュー奇声しか聞こえてこないこのバカって普段何も喋らないし耐えられるか。あそこ厳しいかもか。どうしようかね、うん、今のところ火曜日と金曜日が YouTube でやるみたいな感じで、うん、まあ空いた日に僕が時間あれば、うん、たまに Twitch から YouTube に流れたりしてやってるような、うんはい、まあコラボとかは YouTube だよね。そうね、と思いきやこの前 Twitch でなんかコラボしてたりしてもうそこもよくわかんないしばらけてきた。えでもゲームで分けるのがいいのかな。あApex は Twitch でとかの分け方するかな。あでもそれはちょっといいかも、ね、スマブラは Twitch でみたいなことをして、うんうん、なんかとにかくなんかずっと長時間やりたいやつは Twitch でみたいな感じにする かそれ実際見てる人からすればどうなんだろう。どうやって分けりゃいいんだろうな。人によってはさ、うん、いや Twitch 行くのめんどくさいからもう YouTube だけにしてくれとか Twitch から YouTube にまとめちゃう、まとめてくれっていう人もどうなんだろう、いるのかなと思って。でもいろんなのあればやっぱりそれぞれ機能が違うからさ、こっちの方が楽しいっていう人もいるだろうし、うん、とりあえずさニコニコはさ、うん、やっぱりオリジナルコンテンツ、うんにしよう。でたま YouTube に、うん、でなんか K さんとか M さんが作ったオリジナルゲームやるのをやめよ、うん、それだと分かられないよ。そうね、そうしよう。パッドで来た人はなんだこれってなるわな。そうしよう、うん、それいいと思うだな、うん、で会員は必ずほぼ分かる内容だもんね、オリジナルだと、うん、中岡コーナーも、うん、ニコニコでしか出さないと、うんうん、いうことだよね、うん、YouTube では持ってこないと。持ってきたことあるか。あたまにさ、うん、雑談放送やってたじゃん。あった前まで2回ぐらいやった、ね、そこで中岡コーナーみたいなのがあったのさ。あったよ、俺のあのカード出すとか、うん、そう出してそう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 、あれほぼ中コーだよね。もうほぼ中コーなんだよ、うん、あんなのはもうニコニコでやるべき。ニコニコでやろうよ。そうだよ、何が好きでね、会員放送でもない、会員でもないさ、こうあんなのこいつら面白そうだなと思って見に来たらさ、
変なおっさんの昔のカード出す見せられて何楽しいのってななるわな、見る人はそらニコニコで会員様か相手にした方がいいわ。そうだよね、うん、ニコニコまずオリジナルコンテンツ、まあ、幕末メンバーも、うん、が出るような放送も基本ニコニコでやろうよ、まあ、この前 M さんとさ、うん、あの無人島で暮らすやつとか、うんまあ、中圭君も含めさ、うん、そういうのはニコニコだよね。でいいね。だ幕末メンバーとやるやつは、うん、ニコニコ、うん、YouTube は、まあ、中ちゃんとやる、うん、かもしくは僕一人でやる、うん、企画系の配信になるのかなやっぱり、うん、でニコニコじゃできないゲームで、うん、計算タッチ出てくるのはたまに YouTube に回すとか。そうだね、どうしてもそっち行かなきゃいけないときはしょうがない、うん、ちょっと企画系の配信は YouTube に使用、うん、ゲームを使った、うん、もしくはコラボとかの、うん、そういだそうだな。で Apex とかこう連続で何日もかけてやるのは、ね、Twitch はね僕の喉の鳴らしなんだよね言ってしまえば。そうそうなんだ。うん、配信あんまやんないで感覚開けるとさ、うん、感が狂ってくるからさ声が出なくなったり。そう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 、毎日やってた方が喉の調子はいいんだよ。え、そうなの？喉の鳴らし、あ、歌い手みたいなことやってるだけなんで。なんか疲れすぎて、あれはあれで欲しいんだよな、発声練習になってるから。うん、じゃあツイッチはやっぱりあれだよ、 Apex とかあの辺ちょうどいいんじゃない。そう、時間をかに振り回されない感じで、うん、そうだね。うん、ラビユー It's easy cause they're beautiful Making love you It's your